どうもこんにちは。今回はですね、ライフラインギア、こちらもねご紹介をしたいなと思います。これねどういったものかっていうと、このルーフバーみたいなものを設置して、それからルーフボックスをくっつけるというのが普通だと思うんですけども、これはですね、こういうふうにバーにくっつけるんじゃなくて、そのまんまね車体にくっつけることができるというルーフボックスになってます。まあ、とりあえずね開けてみましょう。ちなみにこれはですね510リットル、XL サイズのものです。こんな感じでバッグに入ってまして、確かねアメリカ製のものだったと思うんですが、こうデザインもねなんかアメリカっぽい感じはちょっとしますよね。さあこれが実際のものですが、ちょっと折りたたむのが大変かな多分後で。はい、こうなってます。一応英語だけど説明書はついてますね。このね袋にねそのまま縫い付けてある形で、説明書が入ってます。結構ね大きいんですよこれ。入ってるのは紐が4つに本体と。じゃあですね、まずはこの紐を取り付けていこうかなと思います。力通してここに逃げると。まあこれだけですよね。今ね上に乗せてますが XL サイズ、一応ね軽バンには上には乗ります。なので軽のサイズでも問題なく、これを乗せることができるでしょう。まずですねこの辺にちょっと引っ掛けたいところではあるんですけども、荷物を乗せないと上からこう下に押さえつける形になりますので、荷物をね乗せれるだけ乗せてみようかなと思います。なんですけども、この辺に取り付けようかなと思ってます。ただですねスライドドアだとこの辺からこう動いてくるので、このままだと止められません。なのでちょっとね動かしてから止めるようになります。
スライドドアなんですが、スライドバー、スライドするときの支えがありますので、スライドするときの支えを外してやれば、なんとか問題なくつきました。ただですね、スライドドアは基本的に対応していないということでメーカーさんが発表してますので、まあ自己責任でということになるんじゃないかなと思います。でね、このハイゼットカーゴ、手動のスライドドアなんですけども、手動でなくて電動の場合っていうのは、こういうふうに途中で止めるということができないと思いますので、電動スライドドアを使っている場合は、まあ、これは取り付けることができないと思った方がいいんじゃないかなと思います。前のフックもですね、一度ゴムを外してここに引っ掛けてるんですけども、これでもね、問題なくドアは閉まります。ただしというお話になるんですけども、若干開いてんのかな、何か車のセンサーが反応するほどではないんですが、若干ちょっと間が空いてるかもしれないですね。さあ、それではですね、こんな感じで乗せましたんで、実際に走ったりしてですね、落ちたりすることがないのか、その辺もね、ちょっと検証していきたいので、そうですね、30分ぐらいかな、車を走らせてみようと思います。はい、今はですね、60キロで走ってます。60キロで走ってるんで、まあ普通な感じですかね。キャンプとか行くときは結構大きい道走ったりもすると思うんで、まあ60キロ普通な道なんじゃないでしょうか。まあ途中で何回かですね、上のルーフボックス大丈夫かなと思って止まってみたりもしたんですが、全然ねビクともしてないですね。で、個人的にはですね、こういうルーフボックスがあって一番嬉しいところっていうのは、以前ですね、車中泊の旅をしたりとか、まあ、この車でキャンプ行ったりとかしてよく分かったんですけども、車中泊するつもりで出かけたんだけど、いや、 やっぱり今日はキャンプしたいなとか、まあ、それとは逆にですね、ものすごい天気が悪くなったりとかして、キャンプのつもりだったけど今日は車中泊に切り替えたいなというような時にですね、軽バン荷物いっぱい乗りますけど、あまりに荷物を乗せてしまうと、切り替えができないんですよね。まあ、車中泊のつもりで行くんであれば、車中泊の道具しか持っていかないというぐらいのつもりでないと、過ごしにくいですし、ちょっと逆にテントを持っていくと、テントを持って行ってキャンプ場で泊まるんだっていう場合だと、車中泊はできないと思った方がいいんじゃないかなと思うので、ここには車中泊のもの、上にはテント泊のものと分けておけば、どちらにも対応できるということができるので、まあ、そっちの方がね、なんかもっと遊べるのかなって感じがしますね。なんかそういう風に切り替えたりとか、なんかもっと違う遊びをしたりとかができるようになるんじゃないかなと思います。夏だと、水で濡れるもの、そういうものが増えるんで、やっぱりその荷物も増えますし、冬は冬でね、車の中では必要なかったけど外に行ったら必要なものっていうのがだいぶ増えるので、まあまあスキーとかスノボとか行く人ももちろんそうですし、そうじゃなくてただキャンプ行くっていう場合もやっぱり荷物って増えてくるので、まあ、そういう意味でもですね、車の中の空間はもう完璧に確保しておいて、それ以外の荷物はこのルーフバッグ510リットル入りますから相当入ります。その中に入れておくというのもね、本当に遊びが広がるんじゃないかなと思ってて、今これをねどういう風に今後使っていこうかなというのでね、結構夢が広がってますね。まあソロでね出かけるという方に関しては、この510リットルのものじゃなくてもう一個ちっちゃいやつ250リットルか255リットル、まあそっちの方であればですね、そこまで無駄に大きくないので、まあ、余計にですね、増えてしまった荷物も、持っていきやすいんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じで、遊びの選択肢が広がるっていうのはいいですし、まあ、そこまでお金かけたくないしかけられないんだけど、荷物も増やしていろんな可能性を残しておきたいという方にはね、こういうルーフバッグっていうのはかなり強い味方になるんじゃないでしょうか。今ねこんな感じで乗っけてみました。ね、これ一応防水にはなってるそうなんですが、ハードケースではないのでやっぱりねこうちょっと形は崩れます。固
形は崩れるんですが、これをねちょうどぴったり四角い形に入れるっていうのは難しいので、まあねこういう感じで使うようになるんじゃないかなと思います。結構ね道がガタガタしてたりとか、こうねカーブがあったりとかしますんで、そういう時にですね物が中でねうまいことバランス取れてないと、こうあっち行ってこっち行ってってなるかもしれないんですが、今回はですねベンチとか寝袋とかある程度ね固定できそうなもの、そういうものを入れてますんで、おそらくはね大丈夫じゃないかなと思います。まあハードケースと違ってですね、その辺の気遣いというかその辺はしないといけないんかなという感じはしますけども、まあねそんなにスピードは出しません。60キロ制限であればもちろん60キロ、40キロ制限であれば、40キロ、それ以上出すことはないので、まあ普段生活するぐらいの、走り方、それで、ルーフバックがね落ちたりしないかっていうのを今日はちょっと見たいなと思います。かなりねキツキツで締めてきたのと荷物も結構乗せてるんで、まあ、問題はないと思いますけどね。逆にねこれで問題があるようだとやっぱり使い物にならないということになるので、普通に乗ります。4キロ走りまして、こんな感じになってます。まあ問題はないですね。特に紐が緩んでるってこともないですね。当然ながら緩んではいません。まだ4キロだとですね持って当たり前なので、もうちょっとあと30分ぐらい車を走らせてみようかなと思います。1時間走った結果こんな感じになってまして、若干ね荷物がやっぱり寄るのかな、寄りやすいので、走ってる時のことも考えて、なるべく荷物が寄らないような積載の方法を取る必要がありそうです。ということでですねこれだけの荷物が入ってましたが、まずベンチ、それと折りたたみテーブルが3つ、あと寝袋も3つ、それ用テント、エアマット、衣類ですね、クッション、焚き火台と結構なものが入ってました。ということで今回はライトラインギア、ルーフボックスをご紹介いたしました。ルーフキャリアなしでそのまま車に取り付けができるので、簡単手軽にこれからの遊びの幅を増やしていけるんじゃないでしょうか。詳細は概要欄の方に記載しておきますので、気になる方はぜひチェックしてみてください。それでは。